はいどうもミニマリストたけるです。今回の動画ではですね、タネさんがこの2年間ミニマリストになる過程でやめてよかったこと13選ということでお話をしていただこうと思います。お願いします。お願いします。はい、ということで、まあ、タネさんざっくりミニマリスト目指し始めて2年前、うん、はい、2年間2年前ですね。はい、ということで結構いろんなことをやめてきたと思うんですよね。いろんなものを手放したりとかっていうところで、まあ、今回13個に厳選してご紹介していただこうと思います。はい、ということでじゃあ早速1個目からお願いします。はい、で1個目はですね、もうこれ皆さん言ってると思うんですけども、はい、テレビですね、はい、テレビですね。これ昔、はいはい、あったわけですか。昔もなかったですね。あ、もうそうなんですね。東京に来てもう買わないと決めたわけですか。買わないと決めた。はい、それはなぜでしょう。まあ本当に今のいい時代でもうパソコンで YouTube 見れたりですとか、うんうん、はい、あとテレビってこの自分が欲しくない情報とか自然と入ってきて、なんか不吉なニュースとか流れて自分の感情がこう下がったりして、うん、はいはいはい、いらないなと思って。なるほどなるほど。あの場所を取りますし。そういうことですね、うん、それこそご実家の方にはテレビはあったりとかはしたんですか。実家はあります、ね、でなんか引っ越す、まあ、実家を出るってなった時に、うん、まあ、テレビを例えば、まあ、実家から持ってくるのか新しくその家電量販店で買うのかみたいな発想はなく、うん、発想はなかったです。本当にもうパソコンでいいじゃんと思ってた。へー、あ、そうなんですね。もともとなんかパソコンとかで動画とかを見たりして た,、はい、てた。テレビあんまり見ない人だったんですか。そうです、テレビほとんど見てなかったですね。なるほど。だったらもうテレビなくてもいいじゃんみたいな感じですね、うん、はい、ありがとうございます。で続いて2つ目お願いします。はい、2つ目はですね、財布ですね。お、財布ですね、はい、これなぜ手放してやめてよかったのか。はい、もう僕自身今携帯にもうクレジットカードと、うんうん、あと QR コード支払いでもう済ませるようにしていて、はいはいはい、でたまにこう現金が必要な際は携帯に入れたこう1万円を出すようにして、うんうん、お、なるほどなるほど。だからもう今キャッシュレスっていう感じ。そうですね、キャッシュレスメインでもほとんどもう現金払い限定ところもないので、うん、確かに困らない。財布をなくしても。なるほど。え、ちなみにいつぐらいから財布を手放してキャッシュレスにしたんですか。そうです、これも本当にきっかけがミニマリストで。あ、なるほど。2年前ぐらいからやってます、はいはい、あ、そうなんですね。でほぼほぼもう現金を使う機会も、まあ、そんなになくみたいな。そうです、そんなにないですね。なるほどね。いやだからもう本当クレジットカードか、まあ、QR とかで全然いけちゃうっていうことですね。はい、ありがとうございます。で続いて3つ目お願いします。はい、3つ目はですね、うん、生命保険ですね。あ、保険ですね。保険ですね、はい、これは昔は入ってたんですか。もうずっと入ってない。あ、それがですね、昔はですね、はい、親が保険屋さんで働いた影響もありまして、入ってはいた。入ってはいましたね。なるほど。社会人になったら保険はセットなんじゃないかなと勉強してなかったんで全然知らなくて、はい、無知のままこう入ってたんですけども、うん、まあ、ちょっと勉強していく中で、はい、いや、いらないなと思って。なるほど。解約しました。それはずっと自分、はい、自分では払ってたんですか。自分では払ってました。親が払ってくれたわけじゃなくて、はい、自分で払ってて勉強するうちにもういらないじゃんみたいな。いらないじゃん。ちなみに生命保険っておいくらぐらいしたんですか。いや、5000円から1万円ぐらいしました、ね、ちょっと額は覚えてないんですけど、全然結構痛手でしたね。確かに。生命保険っていうのはいわゆるなんか入院手術とか怪我とか病気とかってことですか。そうですね。で保険なくてもいいっていうので解約して。解約しました。結構あの僕の知り合いとかでもなんか親に入らされたっていう方とか結構いて、あの親とのトラブルはなかったですか。ちょっとありましたねそう、なんか揉め事というかさ、はい、なんかちょっとありましたけどもごめんと。なるほど、はい、もう僕の中では本当にいらずに、もうその保険がないから割にこうなんか自分なりの対策をしてるから、うん、なるほどなるほど、まあ、許してくれと、はい、許してくれと、はい、ちなみにご両親は何て言ってきたんですか。もう保険は入っといた方がいいみたいな感じ。あ、そうです、本当入っといた方がいい、何があるかわからないからっていう理由、まあまあまあ確かに、まあ、合ってるは合ってるんですけども、うん、まあでもね、あの、うん、結構最近だとね、それこそ両学長の本でもそうですし、うん、まあ基本的にはまあ貯金で賄うっていうのと、あとはまあ国民皆保険だったりとか、うん、高額医療制度っていう、まあその制度がしっかり日本はしてるし、うん、っていうところでなんかあんまり頻度はなくて損害が大きいもの、火災保険とかね、うん、車の自動車保険ぐらいでいいんじゃないかみたいな、ね、結構情報があるから、そういった意味でタネさんももう生命保険はいらんと。はい、いらんと、はい、ということでやりましたやめたわけですね。はい、ありがとうございます。
で続いて4つ目、タネさんが辞めたことは、はい、そうですね、人間関係ですね。ちょっと言葉があれなので、まあ、ネガティブな人との交流ですね、辞めました。おー、これなんかきっかけはあったんですか、辞めようと思った。はい、きっかけがですね、うん、もうあの僕結構友達が、まあ、少なかったんですけども、はい、ね、ネガティブな人も何人かいたんですよ、うんうん、はいはいはい。でその中で一緒に遊んでいく中で全然楽しくないし、まあまあまあ確かにね、すごい疲れんなと思って、でもなんかこう人間関係だから行かなきゃ行かなきゃと思ってたんですけども、はい、もう本当ある時にそういうのを一切こうやめて、あ、よかったなって。お、え、具体的にだからどういうのが良かったですか、やっぱ。まあ愚痴がなくなったりですとか、うん、あ、なるほど、そうか、気分が悪くなるっていうこともなくなって、で支出とかもちょっと減ったり時間とかも生み出せてみたいな感じで、確かにいろんないいことありそうですよね。そうですね、いろんないいこと、はい、ちなみにその悪いその関係を断つってなった時に、うん、まあ、いろんな手段があると思うんですけど、まあ、例えばもう完全に断るのか、うん、連絡先から消すのかみたいな、はい、あとフォローを外すのかっていろいろな手段あると思いますけど、タネさんはどういう方法で。あ、まあ、断るとフォローを外す。なるほど、ですね、怒られはしなかった。怒られはしなかったね。お、まあ、そういうことだなみたいな、向こうも察したのか分かんないですけど、はい、まあまあまあそんな感じで人間関係をねちょっと見直してっていう感じで、うん、でちなみにあのタネさんに聞きたいのは、なんかそれでこそ、まあ、嫌な関係というかネガティブな人とかちょっと、うん、まあ、疎遠になったわけじゃないですか。でその後に、まあ、今でなんか人間関係を構築するだったりとか、今のまあお知り合いとか親友とかと交流する上でなんか気をつけてることとか心がけてることとかってありますか。新しい人間関係を築くことはあるんですか。あ、そうですね、ありますね、はい、なんかその時にやっぱりネガティブかどうかみたいなのが、はい、あ、まあ、そこもありますし、はいはいはい、今の、まあ、友人とか本当に気が知れるのでもうずっと仲良くしていたいなっていう、うん、お、なるほどなるほど、まだ気を使わない環境を大事にするっていうのは大事かもしれないですね。そうですね、それですね。はい、ありがとうございます。で続いて5つ目、辞めたことは、はい、まあ、残業代稼ぎのためのこうダラダラする仕事を、なるほど、辞めました。これ言う人初めてですね、はい、今までインタビューしてきましたけど、はいはい、残業代稼ぐためのダラダラした仕事、ダラダラした仕事。お、これはなんで辞めようと思ったんですか。そうですね、まずちょっとまあ職場ですとか、うん、知人の話とかも聞いていく中で、うん、絶対定時に終わるのに、はい、ダラダラ仕事をしてる人、まあまあ、いる中にはいらっしゃいますね。いや、その時間無駄じゃないかなと、まあ確かにね、本当に会社にもはいはいはい、全然貢献もしてないですし、うん、まあ、なんとなく惰性というか、惰性というか、はい、それで働くのはもったいない。そうですね、だったら他でこう働くっていうか稼いだり、うん、はいはいはい、自分のスキルアップに使った方がいいんじゃないかな。そういうことですね、まあ、だから、まあ、言ってみたらちょっとこれ言葉のニュアンスが難しいですけど、まあ、残業代することはもう仕方はないと思います。残業とか、はい、だけど、まあ、残業代稼ぎのためのとか、うん、なんかただただその作業効率が悪くてダラダラ仕事するみたいなのはちょっと非効率というか、はい、もったいないっていうのはっていうことですもんね、はい、なんかそれに気づいたのはやっぱその周りからのその話を聞いたりとか。あ、そうです。なるほどなるほど。でちなみに、まあ、うん、いわゆるその仕事をする上でタネさんがなんか気をつけてることとかってありますか、そのダラダラ残業しないために。はい、はい、あ、僕はシングルタスク、お、1個のことに集中して、そのシングルタスクの繰り返しをやってる感じです、ね、お、なるほど。だからもうタスクもだいぶ減ってみたいな感じ。あ、そうです、ね、減らして一個ずつこう仕事をやっていくと、はいはいはい、うん、まあ、確かにね、あの複雑になりすぎてるとそれこそもうわけわからんくなっちゃってね、うん、あのダラダラすることにもなりかねないから、そう、なるべくシングルタスクでコツコツ一個ずつクリアしていくっていうのがおすすめということで、はい、はい、ありがとうございます。ということでじゃあ続いて6つ目お願いします。はい、6つ目はですね、これポイントを集めるですね。お、はい、なるほど。これやめようと思った理由は、はい、あ、はい、まあ、僕自身楽天ポイントを、うんうん、まあ、本当に貯めてるんですけども、はい、この楽天ポイント貯めるために、例えばこう楽天の市場市場で、はいはいはい、通販買ってる人とか買ってる人とかいますね。はいはいはい、それはもうやめた方がいいと。やめた方がいいですね。ポイントのための買い物をやめた方がいい。ポイントのための買い物ですね。なるほど。あの、そういう人って楽天でしか探さなくて、うんうんうん、まあ、例えばアマゾンの方が安く買ったとか。あ、確かにありますね。そういうのも結構もったいないなと思って。ほうほうほう。あとポイントってそこまで稼げないじゃないですか、うん、稼げない。実際たまらないですもんね。そうですね。貯めるってなったらめっちゃ買わないと、うん、だからまあポイントのための買い物とか極力やめて、極力、そうです、やめて、はい、で、まあ、タネさんの場合は本当生活する上で必要なお金を払い、はい、その分がポイントを自然と貯まるみたいな、うん、もうそれぐらいでいいんじゃないかな、みたいな。もうそれでいいんじゃない、もうそれ以上は。確かにね、かね、支出が増えちゃいますからね、ポイントが増えたとしても。そう、リターンが少ないとね。はい、はい、ということでポイントを集めをちょっとまあ制限するというか、まあ、必要最低限にした方がいいということで、はい、ありがとうございます。で続いて7つ目お願いします。はい、7つ目はですね、ギャンブルですね。お、ギャンブル、これ昔タネさん、はい、僕はもうスロットと麻雀と、はい、おしてたわけですか。やってましたね。なるほど。いつ辞めたんですか、ギャンブルは。あ、これも本当にミニマリストになってから辞めましたね。
なんかきっかけというか理由というかは、弱かったっていうのもあって、あ、ギャンブルに、はい、負けてたわけですか、はい、なるほど、僕この才能ないなと思ったんで、でもギャンブルって基本負けるようにできてますもんね、そうですよね、きっとね、うん、そう、なんかタネさんだけじゃなくてきっと負けてる方結構多いかもしれないけど、はい、やめようと思ったのはそれこそもう自分、うん、もう負けるから弱いからもう意味ないなって思った感じですか、あ、そうです、それもありますし、うんうん、もうこの生活ずっと続けてっても借金も、うんうん、あ、膨れ上がっていくし老後苦労するなと思ったので、まあ、悟ったわけですね、悟って物減らして、それこそギャンブルによって、うん、まあ、いくらマイナスだったのかとかって覚えてますか、多分30はいきますね、トータル年間で30マイナス、いや結構もったいないですねだって年間30それこそ貯金したりとか投資したら結構ね、はい、いいじゃないですか、はい、全然いいんですけど、ね、ギャンブルやめてそれこそじゃあお金も貯まるようになって、はい、よかったです、で借金も返済してね、うん、そうっていうところで、まあ、ギャンブルやめてよかったと、うん、はい、あとタネさんに聞きたいのはそれこそ視聴者の皆さんにも、はい、やっぱギャンブルやめたい方とかもいらっしゃると思うんですけど、うん、結構中毒性あるじゃないですか、うん、スパッとやめられたのか、なんかやめ方のコツとかポイントはあるのかなと思って、はい、はい、僕はスパッとやめれましたね、うん、それはやっぱ将来のことを不安視したから、そうですね、そっか、だからじゃあ視聴者の皆さんにおすすめなのは、うん、なんか将来のことを考えてこのままいくとどうなるのかみたいな、はい、デメリット面をちょっと上げていくのがいいかもしれない、あとなんか肥満だと打ちに行っちゃいたくなるので、うん、もう肥満にならないような仕組みですとか、なるほどね、そう、暇さえあるとね、うん、やっぱ行っちゃいますもんね、うん、そう、だから、まあ、あえて予定をもう別の埋め込むみたいなのがおすすめと、はい、最初はそうですね、はい、ありがとうございます。で続いて8つ目お願いします。はい、8つ目はですね、タバコですね、はい、タバコ、もうギャンブルにタバコってもう最悪ですけど、はいはい、昔タバコ吸ってたわけですね、吸ってましたね、これもきっかけはもう2年前とか、まあ、そのミニマリストがきっかけ、それがタバコだけは半年前ぐらいなんですよ、ミニマリストを目指しつつも吸ってた、うんうんうん、嗜好品として吸ってたんですけど、はいはいはい、ちなみにやめようと思ったなんか理由とかあれば、 ある時にこう会社でこう階段を登った時に2階に行くだけでハーハー言ってた自分がいて心肺機能が弱まって、はいはい、あ、これやばいなと思って、はいはいはい、本当に今はこんなに体力ない、うん、だからもう老後やばいなと思って、そうですね、それでやめました、そうですね、はい、あのタネさん現在30代ですけども、はい、あのこのまま30年後やばいと、はい、いうことで、はい、タバコもやめて、でタバコもちょっと依存性がありますもんね、うん、なんかどうやってやめたとかありますか、うん、あ、これはですね、医師の力ではやめられないと思って、あ、タバコ、ギャンブルやめられないけど、はい、ギャンブルはやめられたけどタバコは難しいなと思ったので、うん、もう病気だともう自分で自覚して外来外来か、で実際僕自身もちょっとタバコ吸ったことがないから分かんないんですけど、うん、禁煙外来に行くとどういう風な、まあ、診察だったりとか、まあ、お薬がもらえるんですか、あ、そうです、薬がもらえます、でその薬って効果あるんですか、なんか吸いたくなくなるんですか、それともなんか口の寂しさをなくすみたいな感じ、吸いたくなくなる感じです、ちょっと薄まる感じです、吸いたいっていうのは、なんかどういう薬なんですか、飲む薬、あ、飲む薬、だからじゃあタバコ吸っててやめたい人はもうそれがもう中毒、まあ、病気だと思って外来に行くのが一番おすすめ、そうですね、それが一番手っ取り早かったですね、はいはいはい、あ、なるほど、やめようと思ったんですけども、まあもう癖ですもんね、そうです、癖でしたね、うん、はいはい、ちなみにどれぐらいでやめられたもんなんですか、半年前にやめたきりですね、ちなみにその外来に行ってどれぐらいの期間で、3ヶ月ぐらいかかりました、でも3ヶ月でやめられるのは大きいですね、うん、大きいですね、だってあの1個前の動画で生活費のところで紹介しましたけど、タバコだけで1万5千円ぐらいしましたね、はい、してたから、うん、4万5千円は払うかもしれないけど3ヶ月間でね、でもそれ1個払わなくていいから、うん、だからまあ病院代とかもね、まあ、最初かかるかもしれないけど、その後全然かからなくなるからめっちゃいいですね、そうですね、よかったです、はい、実際タバコ吸わなくなって良かったことありますか、まあ、ざっくり半年間で吸ってないわけですけど、はい、体力は戻ってきた気がしますね、なるほど、やっぱり上がるんですね体力、はい、これでなんか体力落ちてる気がしなかったんですけど、やっぱやめてみると、まあ、体力上がったなみたいな、上がったなって感じ、なるほど、あと例えばタバコで言うと、うん、まあ、それこそ時間の使い方が変わってきたりとかですかね、そうですね、はい、時間は確かに増えましたね、本当に朝起きて吸ってとか、うん、はい、うん、で会社に行って休憩時間で何回も吸ったりとかっていう、ね、それこそものの数分で吸えちゃうかもしれないけど、塵も積もれば多分1日でね何十分と1時間ぐらい吸ってたんじゃないかな、はいはいはい、そういうのがもうなくなって時間的なゆとりも増えてみたいな感じで、うんうん、はい、ありがとうございます。
続いてじゃあここの爪お願いします。はい、ここの爪はですね、これちょっと男性目線なんですけども、はい、ヒゲですね。お、ヒゲをなくしたみたいな。ヒゲ脱毛だね。おお、あ、もうやった。やってる最中ですって。なるほどなるほど。僕は2回目なんですけど。おお、はいはい。僕も最近あの知り合いの見ました。見ました。前さんの脱毛サロンに通わさせてもらって、はい、まあ僕1回ヒゲやったんですけど、うん、実際そのタネさんがヒゲの脱毛しようと思った理由とかきっかけはありますか。はい、そうです。ヒゲがもともと嫌いで、僕あのヒゲ剃りを毎日やるタイプじゃなくて、この舌は抜いてたんですよ。毛抜きで。そうなんですね。はい、へえ、痛くないですか？いや、痛かったです。ですよね。でもそれでもヒゲが嫌いだったんで。そうなんですね。で、もういつぐらいからヒゲ脱毛を始めた？それが借金終わってからやろうと思ったので、はいはいはい、9月ぐらいから。おお、だからまあ半年ぐらいですかね。半年ぐらい。で、ヒゲだけやるんですか今？あ、今ヒゲだけやってます。ちなみにどういった脱毛サロンに行かれてるんですか？あ、医療。医療脱毛。痛くないですかヒゲ？やばいですよ。あのやった方がいいんですけど。痛い。痛いです。それこそ、はい、まあこれあの出力によるとは思うんですけど、はい、まあ、僕が言ってるのは多分美容エステの方かな、分かんないけど医療ではないとは思うんですよね。多分スタッフもいないし、やっぱ医療って痛いのか。そうです、麻酔をしないと痛いですね。麻酔するんですか？あ、僕はしてますね。ちなみにその医療用の脱毛っていうのは、はい、まあヒゲだけで言うと大体どれぐらいかかるものなんですか？18万かかりました。トータルで？トータルです。で何ヶ月間で効果が出ますよというか。あ、そうですね、回数も決められて、うまくいけば20回ぐらいはいける。おー、だ1回1万円だ。じゃあ1回1万円ぐらいですね。でもそれだけで20万円払えば、まあ、今後そのヒゲ抜くこともなくなるし、うん、ヒゲ剃りもなくなるし、うん、時間も浮くみたいな。そうですね。そうだから僕自身もあの前さんといろいろお話しして、うん、やっぱヒゲ剃りめんどくさいと、はい、やっぱその、まあ、たかが数秒かもしれないけど、うん、そういうのなくなったらいいよねって話とか、うん、まあ、ヒゲとかもまあめんどくさいかなっていう。めんどくさいです、ね、はい、やっぱ良かったですかね、やって。良かったです。痛いけど。痛いけど。はい、ということで今後も楽しみですね、ヒゲ脱毛完成版が。なくなってくるのもすごく楽しい。確かに確かに、はい、ありがとうございます。興味ある方はね、はい、痛いかもしれないけど脱毛するのがおすすめということで、はい、ありがとうございます。ということで続いてタネさんが10個目やめたことは、10個目がですね、お金が理由で諦めることですね。はい、ですね。これはなんか具体的になんかどういうのってありますか？はい、そうです。さっきのヒゲ脱毛に、うん、の話とか、はい、被るんですけども、うんうんうん、ヒゲ脱毛した時に18万って自分の中で結構高いなと思っちゃったんですけども、まあ、まあそうですね。でもそれをやめようっていう思う理由がお金だけだったんですね。ああ、確かに。他になんか例えば痛いからやめようとか、はい、まあ、そういうのじゃなかったってことですね。そうですね。はいはいはい。なのでそのお金だけだったので、うんうん、まあ、これはもうやろうと、やろうと。確かに損しないだろうと思って。そっかそっか、うん、結構これ日常生活にありますもんね。ありますよね。そなんか今貯金したいからとか、うん、まあ、お金が手元にないからとか、うん、収入が低いから借金があるからみたいな感じで、うん、お金が理由で諦めてるケースって結構あるから、うん、だからタネさんはもう本当にお金だけの理由だったらもう、うん、まあお金を払った方がいいみたいな、うん、はい、たとえ痛くても、うん、はい、脱毛した方がいいと、いいと、はい、いうことで、まあちょっと高くても高いと思ったけど、まあお金を払ってっていうことですね。はい、ありがとうございます。ということで続いて11個目、はい、谷さんがやめたことは、はい、11個目がですね、睡眠時間を削る、ね、をやめたってことですね。やめました、はい、これもなぜか理由ありますか？はい、そうですね、前まで夜遅くまで副業やっていたんですけども、うんうん、次の日にすごく、うん、しんどい、はい、しんどい、すごくしんどくなっちゃってはいはい、はい、でこう本業の方も眠い中やったり。なるほどなるほど。でその後家帰ってできるかって言ったらなかなかできなかったので。まあ疲れますもんね、はい、なるほどなるほど。そうです、本業と副業やってると疲れるので。そうですね、まあ、だから一般の人で2倍働いてるわけですもんね、うん、言ってみたら。そうだから谷さんはもう夜更かしを辞めたみたいな感じか。あ、そうですね、夜更かし、ね、はい、で辞めて例えば、うん、まあ、どういうふうになんかその睡眠時間だったりその起床時間就寝時間を変えたみたいなのってありますか？うん、そうです。昔はもう本当深夜1時2時ぐらいまで、うん、あ、もう暇耐えたんですね。やってたんですけども、はいはいはい、まあ、それはもう辞めて11時には寝るようになって、寝るようにして起床時間は6時ぐらい。お、結構早めですね、はい、お、だから今大体7時間ぐらい睡眠で、はい、やられているということで、だいぶその睡眠の質とかも変わって、まあ、就寝時間起床時間も変わって、なんか良かったこととか変わったことってありますか？なんか。そうですね、翌日の疲れがないかな、はいはいはい、まあ、たまにあるんですけども、うん、パッと起きられるみたいな。パッと起きられるし、確かに日中もいいですね。そうですね、いやだから本当に僕自身も結構メインチャンネル出てて、やっぱ早寝早起きはもう断然いい、あの睡眠の質も高まるし、起き抜けのなんか体調もいいし、うん、パッと目覚められるっていうところで ね、はい、タネさんもあの夜昔やめて睡眠時間を確保できるようになってよかったと、はい、いうことでありがとうございます。はい、
ということで続いて12個目お願いします。はい、明日やることを決めないですね。お、なるほど。ということは、はい、じゃあもう決めておくっていう感じ。決めておくだけで本当に朝起きてこれをやろう、うん、あれをやろうって迷う時間がなくなって、うん、翌日のスケジュールをある程度決めといた方が、うん、いいっていう。いいですね。ちなみに種さんは前日の夜とかに計画するんですか？そうです、前日の夜に。それはやっぱり仕事もしっかり、買い物とか、なんかどういう計画を立てるのかなと思って。僕の場合結構ざっくりしていて、仕事ですとか、うん、あとなんか必要な買い物とかあれば、それをこうパソコンにメモって、なるほどなるほど、していくって感じ。ちなみに昔は予定立てないこともあって、うん、そうです、予定立てないことの方が多かった。で、うん、今日何しようかなって、うん、気づけばお昼夕方ぐらいまで。あ、なるほど。まあ、そう確かにね、うん、予定立てないと何しようかなっていうね思考にもなるし、はい、時間もどんどん過ぎていくから、うん、気づけばお昼みたいなこともね結構あったわけですね、うん、はい、そうですね。でもう予定立てるようになってからだいぶじゃあ時間の効率も上がってということで、うん、はい、ありがとうございます。で最後13個目ですね、はい、最後ですね。ちょっとこれは最近、はい、というか、まあ、2月3月ぐらいのネタなんですけども、白色の確定申告。あー、はいはい、もうじき来ますけど、もうじき来ますけど白色の確定申告をやめて青色にしたってことですか？あ、そうです、青色ですね。それはいつから？あ、もう今年からなんですけども、だから本当に まだまだこれからの。なるほど。だから今回の2月3月の確定申告は白って感じ、うん、青です。あ、もう青なんですね。だからじゃあもう去年申請したって感じですか？あ、そうです、去年申請した。なるほどなるほど。これは何か理由はありますか？あ、はい、これはもう確定申告はもう節約の味方だなと思っていて。確かに。で、青色にすると最大65万円の控除が生まれるんですけども、うん、はい、白は0円なの で、はいはいね、でちょっと勉強が必要なんですけども、はいはいはい、まあ、やるだけで多分所得税と住民税で10万ぐらいは、うん、まあ、だいぶ変わりますもんね。白でやる理由はあんまりないですね。確かにね、うん、そう。だから僕もそれこそ今年は白なんですけど、申請が青なんですよ。あ、はい、ようやくあの僕も思い越しが上がりまして、あ、行きましたよ税理士さんに今年からちょっとお願いすることになったので、その時にいや、なんで白なんだって言われて、まあ、確かにそうですよねって思いながら、ね、そうそうそう。まあでもやっぱ勉強がめんどくさいですよね。そうですね、勉強がですね。ちなみにタネさんはどうやって勉強したんですか？その、もう僕独学で簿記をやってて、で簿記のそこまでいらないんです、スキルは3級程度。え、合格したんですか、簿記？あ、は、ちょっと3級。すごいですね、はい、でそこで勉強していく中で、まあ、白色とか青色のことを勉強してみたいな。なるほど、もう白もったいないと。白、そうですね、税金を多く払っちゃうことになるので。まあそうですよね、もったいないなって。ちょっとなんか帳簿を作るとか細かく作るみたいな感じですもん、確か。そうですね、はい、それも今会計ソフトがしっかりしてるので。確かに確かに、そこまで難しくない。はい、ということで、なんかタネさん、じゃあもしあの視聴者で分かんない方は、うん、タネさんにじゃあ直接、はい、うん、はい、でも普通に知ってる人にね相談するのが一番ですね、はい、きっとね、うん、はい、ありがとうございます。ということで白色申告やめて節税対策になったということで、良かったということで、ありがとうございます、うん。はい、ということで13個タネさんがここ2年間でミニマリストになる過程でやめてよかったことをご紹介していただきましたけども、最後1個これはおすすめっていうものがあれば最後お伝えしていただいて終わろうと思います。はい、1個だけあげるとしたら、はい、生活がこう崩れてしまうっていう理由でギャンブルですかね。なるほど、タネさんは一番ギャンブルやめてよかったと。やめてよかった、はい、相当じゃあやばかったわけですね。やばかったですね、はい、ギャンブルからこう続いて負の連鎖が続くので、まあ、そうですね、ここ1個やめだけでも相当でかいですね。だってギャンブルやめるだけで時間にもゆとり生まれるし、お金にもゆとりが生まれるし、まあ、負の連鎖が断ち切れますもんね、うん、ということで、ぜひ視聴者の皆さんの中でギャンブル依存になっている方はぜひやめていただけたらなというふうに思いますということで、本日もタネさんありがとうございました。ありがとうございました。Something's off the way you look and how you pose.